うわぁ、隕石を押してくれ。俺が受け止めなきゃいけない。あぁ、なんとか地球を守ることができたぜ。あれ、これ隕石じゃねえ、テムで2万5000円分商品買ったやつだ。よし、じゃあ商品紹介するか。まず最初に紹介するのはこちら、ペットベッド。実は前回もですね、似たようなのを購入したんですけれども、うちのカリンちゃんちゃんちゃんに超人気で、こんな感じになっちゃうんですよ。こんなにぎゅうぎゅう寝るんだったら、これはさすがにもう一個買ってあげたいなと思って、今回もまた注文してみました。それでは反応を見てみましょう。スタート。おーっと、早速来たー、カリンちゃんが登場です。まずはおすすんで確認して、周りも確認しております。やっぱりこれ誰かに見られてると思うと、なかなか新しい状況。おーっと、いなくなったー。ちなみに今では新しい方に2人で入ってぎゅうぎゅうになってます。なんでだろう。続いての商品はこちら、サボテンのやつ。親切に取説がついてます。こちらもなかなかクオリティの高い商品でした。一つ一つのパーツがしっかりしてて、印象がグッと。さて、チャイちゃんがスタート。おーっと、チャイちゃん、まずは近くに寄ってって、このところをおすんつんしてます。おっと、下から上に向かけておすんつんをして、これは安全な品物かどうかというところをチェックしてるようです。さあ、後ろを気にしておりますよ。誰か来るんで、誰も来ないから、あ、チャイちゃんもいなくなった。おっと、まさかのカリンちゃんが登場だ。お、カリンちゃんも気になってるようです。下から上を舐め回すように、上から下もさらに舐め回すように見ております。お、何が気になるんでしょうか。さあ、おっと、チャイちゃんと同じように最初の芝生から、そのなんかこの紐のところが、上のところ全体的におすんすんして確認しております。果たしてこれが安全なのかどうか。これだと反応が薄すぎるので、またたびスプレーをかけてみました。それではスタート。おーっと、早速チャイちゃんがかぶりつきました。その左側からカリンちゃんが、おー、チャイちゃん寝転がって目がクリクリしてます。おー、その先にいるカリンちゃんになんか攻撃をしようとしてるんでしょうか。カリンちゃんは周りをおすんすんしてもらいます。そうです、周りにもまたたびスプレーが若干かかってるからです。またたびスプレーの効果でグリン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 でゴロンゴロンしております。チャイちゃんは、これは私のよ、これは私のだから、ここに来ないで、私の匂いをここにかけるから、あなたは来ちゃいけない。おー、次か、ちょっと。続いての商品はこちら、窓につけるハンモックのやつ。猫ちゃん飼ってる方の憧れの商品、それがこの価格。安かったり良くないんじゃないの。それがですね、意外としっかりしてる商品なんですね。本当かよ。本当とカリンちゃん、トリセツとかもいろいろ入ってまして、これを組み立てます。それでは早速設置してみましょう。下をつけて上をつける。4箇所の吸盤だけなのにしっかりしてる。なんだこれは。なんでこんなところに。あ、田中、スタッフさん荷物多いもんね。ここに棚をつけたんだな。あ、ハトだ。スタッフさん、またハトはあそこでうんこするよ。カーニちゃん見つけたんならさ、カッカッカッって威嚇してよ。やだよ、タン絡んでるみたいだもん。いや、誰も思わないから。いやー、もうやだ、無理やり持ち上げて、もう。なにここ。ちょっと一瞬だけそこでくつろいでくれない。ジャーニーお気に入りのところがあるの。あー、ちょっともうやめてよ、もう。カリ具合悪くないよ。あー、これタンカーでしょ。カリちゃん違うんだ、それタンカーじゃないじゃん、それくつろぐやつじゃん。続いての商品はこちら、ネズミのついた爪研ぎボード。お、かわいいネズミちゃんだ。カリ、ネズミちゃん大好きなんだよな。いつかネズミちゃん見つけてバリバリ言わせて食べたいよ。よし、早速研ぐか。ネズミちゃんは踏むわけにいかないな。あれあれ、ネズミちゃんが邪魔で研ぎづらいよ。仕方ね、取るかこれ。あん、がっちり張り付いてんな。手でいけるか。ああ、ダメか。全然取れない。ああ、使いにくいな、まあ、どれどれ。お、ネズミちゃんがついてる、かわいい。チャイ、ネズミさん大好き。いつか本物のネズミちゃんをバリバリ言わせて食べたいよね。それでは早速、ネズミちゃんを踏むわけにいかないから。お、研ぎづら。続いての商品はこちら、猫じゃらしフライングディスク。この可愛い銃とプロペラディスクがついてます。そして先端にこうやってグリグリ回してつけて、あと撃つだけでこれが飛んでくというやつ。カリンちゃんちゃんじゃこれで反応するかな。やってみましょう。
お、気になってますね。さらにもう一発、これかなり楽しいですよ。飛び方とか音とか気持ちいい。お、なんか飛んでったぞ。危険なものかチェックしないといけない。このお家を安全に保つことが狩りの仕事だからね。おつんちゃん、おう、また来た。でい、かりんちゃんはこのおもちゃが大好きですし、飼い主も楽しめるということで、これはかなりおすすめです。続いての商品はこちら、折りたたみ式ペット小屋。ペット飼ってる人で防災グッズ何買ったらいいかって悩むところあると思うんですけど、まずこれは買ってもいいと思います。安いくせにクオリティが高い。ペグを刺すところが4箇所あって、しっかりと固定することができます。入り口のメッシュのところも巻き上げることが可能。あと肝心なのは入ってくれるかどうか。うわー、自信だ。よし、もう地震で大変なことになってるから、この中に入って安全な感じになろう。うん、悪くないね。炊き出しまだかな。続いての商品はこちら、パズルフィーダー。この形状を見ていただくとなんとなくわかると思うんですけれども、この穴ぼこにおやつを入れます。手とか口とかでカチャカチャやらないとおやつにありつけないっていう商品です。これの何がいいかというと、頭を使って工夫しないと食べられないということで、野生の本能を少し呼び戻すらしいです。その本能を呼び戻すのがとても大事らしく、その結果健康につながるということみたいです。ほーら来なさい。飽きた。あうん、次はあなたの出番。ほら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 、捕まえたよね。おー、こい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 、あー、ほら行きなさい。もうじれてん。いくらも普通に食べさせてよ、もう。続いての商品はこちら、水を使うペットブラシ。同じ商品かどうかわからないですけれども、これ系の商品が SNS ですごい話題になってて、一回使ってみたいなと思ってた商品です。まさかテムでこんな価格で買えるとは。まずタプタプに水を入れてくるっとセット。この小さい2つの穴から少しずつ水が出て、多少毛をウェットにすることで効率よく毛をグルーミングするという商品です。いきなり結論から言っちゃうと、この商品は全くおすすめできないですね。全然まとまらねえ。普通に毛が舞う。全然毛が取れねえ。動画はカットしましたが、かなりの時間やりました。これしか取れねえの。しかもチャイちゃん気持ちよさそうにしてなかったんですよね。そしてこれみんな見て、じゃん、ずぶ濡れ。そんでペリペリって気持ちよく取れんのかなと思ったら全然取れねえの。続いての商品はこちら、お花さんの首輪。皆さん待ちかね、ここからはアクセコーナーでございます。まずはオーベージュ。チャイちゃんのカラーに馴染んでおります。続いては薄ピンク。これもなかなか馴染んでるのではないでしょうか。そして最後は水色。これも似合っております。この編んでるような仕上がりのクオリティの高さ、なのにもかかわらずこの安さ、これにはもうお手上げで脇毛ボーンです。どういうことそれ。続いてはこれ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 、かぶり物系。まずは白い鳥さんで登場だ。続いてはカニさん、似合ってるぞ。続いてフラミンゴ、なりきってます。これは人参ですかね。おーっと、これはトマトだ。トマトらしい表情をしております。続いてはこちら、なんてコメントしたらいいんでしょうか。おー、これはひよこちゃんですかね。俺はひよこだ。いつか俺は立派な鶏になり、そして美味しいフライドチキンになるんだという顔をしております。おーっと、そのフライドチキンがチャイちゃんの頭に乗った。続いてはカエルの王様、豚猫。続いて大学の卒業。付属のメガネが大きすぎたので別なメガネをあてがってます。続いてはメキシカンな帽子。先ほど紹介したサボテンのおもちゃとベストマッチ、近藤雅彦でよろしくお願いします。ギンギラギンにさりげなく、もうやらせないでよ。続いてはこれとこれ、ヘルメットとゴーグル。このように組み合わせてみました。それではどうぞ。見てください、もうめちゃくちゃ可愛いです。俺は本人も自分のこと可愛いと思ってますね。それではこのまま続けてサングラスシリーズに行ってまいりましょう。テムさんはペットのサングラスのラインナップが豊富、しかも激安なので気に入ったのがあったらとりあえず買っとくのがおすすめ。まずはピンクのレンズの四角いメガネ、おしゃんですね。次は色違いで黄色の四角いメガネ、なぜか尻尾ブンブン振って怒ってます。次は三角のメガネ、おー、ズレでも可愛いですね。おっと、CCB のドラムか？ドリゴロマンティ。おーっと、カニちゃん、イケオジスタイル。おーっと、バッチリイカ耳も決めてきました。そして次は、ブルーの丸メガネ。そこに、
銀色のウィッグ当てちゃいましょう。わお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 、ナイスガイ。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。テムで2万5000円分の商品を買って、そしてレビューをさせていただきました。すべての商品を紹介したわけではありませんが、特に皆さんに知ってほしいグッドアイテムやバッドアイテムを紹介できたと思います。今回も紹介させていただいたテムですけれども、商品数はめっちゃ多いですし、価格も超安い。まだテムを見てない人は、買い物しないとしてでも一旦見た方がいいと思います。気になる商品が必ずあると思います。そして今回ももしぬこの動画を見てくれた方に、なんと1万5000円分のクーポンプレゼントいたします。詳しくは概要欄をチェック。